みなこたびの中江島さんと真っ向から行きたい。まあ本来であれば室内におるべきある、室内には室内には室内におるべき、もう室内に室内に、まあ、外出しない日であろうという日にな登場したことは誠に嬉しく思う。ありがとう。そんじゃやっぱり周りで熱中症なんか気分悪い人もなおらんか、大丈夫か、いいか、まあ非常に暑い上に消えます。友達しっかりだけど、まあ、周りの人間じゃな気分悪そうにしてる者がおったら一声かけるなんか対応ミスいたすな。ああ、日本いい国だなって異国の方に多分思ってくれる。ジャパニーズカインドピーポーみたいな多分思ってくれるアースピースみたいな感じだな。地球は平和直訳アースピース。まあそんな話は置いておいてじゃな、昨日あの生電話というものをな行ったんだが、まあ、知ってるものも知らんものもあるかもしれないな。我らは舞台公演というものをな、8月に来た夏の陣と呼ばれるものない、9月にわしが名古屋万華鏡落語と呼ばれる落語の公演を行うわけなんだが、わしも昨日知ったんだが、多分お主の中にも混乱してるものがおると思うが、わしの落語公演の方じゃない、落語公演の方で2枚頼んだら写真がついてくるみたいな。で多分おそらくはもうすでに3枚押さえてしまったというものもおったりすると思うし、そんな後出しでたまらんわと思ったものがおるとは思う、正直な。でわしは知らんかった、これは。で聞いたら昨日の段階で聞いたらば、2枚頼んだものは写真がつくんですよと陣営の者が言っとって、おお誠かと思ったんじゃが、まあ、わしが頼み、ただなもうすでに3枚頼んどるものです、2枚頼んだものを名前というかその称号するのが非常に難儀らしい。もう頼んどるものは同様にわしがつけてやってくれと言ったんじゃけど、後出しするぐらいじゃったら、ただそれの確認が、まあ、できんと言っておったで、まあ、非常に難しいんじゃが、なんとかわしが、まあ、そういったものをつけるのであれば先にもう知らずに取っとる者がおるんじゃから、そこの者たちがちょっとかわいそうじゃなということで、まあ、何かしらしてくれるとは思う。ただその写真は多分つかん、正直つまんな、ちょっと戦ったが写真はおそらくつかん。ただわからん、なんかわしが例えば案を出したのは1年目の時に落語家の者と少しだけ話をする時間があったんじゃ、終わってからアフタートーク的なものがあったんだな。でわしはもう昼と寄席と夜出るゆえに、まあ、落語が3人とも一緒に絡むところがあるで、まあ、この時に、まあ、少しわしが出て、まあ、写真撮れるように頼んだ。ただまだ確約はできん、わしがなんとか、まあ、そのぐらいはみんな平等にさせてくれと頼んだで、どうなるかわからんが、うまくいけばそういうことができる。ただうまくいかんかったら何もない、すまん、何もない、お前たち目線だけ送る3枚買ったやつはちょっと長めに送っとくわだから手挙げろよ、3枚買ったよっていうものはな。といったところでな、絆の方もまあ2回目の生電話があると思わんかったというもの多いと思うし、正直なこと言えば苦戦をいたしてるでも出てきたわけなんだけれどもんー、まあ落語の方もしっかりだな、昨年もなかったし、まあこういったものが、まあ、あるのであれば取らん方が良かったなと思うかもするものも中にはおるかもしれんが、先に取るということは席が前の方なのは確実じゃぞ。まあ席が前よりも得点の方が嬉しいか、でも前の方で見れるとわしの汗も飛んでくるかもしれんぞ勝のお式を代名詞をおかぶを奪うかのようにかぶり席になるかもしれんから、わしのそんな特典があるそれじゃダメかダメだな、わしがさんがなんとかな、そういう風に、まあ、わしもちょっと頼んだりちょっとな、わし自身からもちょっといろいろな、あのまあそれはもうみんな来るものは踊りに見れるというものが箱というなものの楽しみであるから、そこをちょっと重点的に戦っておりで、何かしら動きがあるのではないかなと、なかったらすまんかった、力が及ばんかったわしのな、それはすまんかったということで、まあ、わしからの、まあ、少しな案内というのはそういったところじゃ、まあ、しかしながらこうして、まあ、舞台なんかにな、まあ、みんなが足を運んでくれるということが何より、まあ、わしからすれば舞台で面白くそして楽しんでもらえる、そういったものを届けることが、まあ、わしの仕事じゃから、その辺の特典かなんかは、まあ、多分陣営の者が考えてることだでな、ちょっと別のことだけれども、内容は素晴らしいものにいたせな、来てよかった
その値段に見合う以上のものを届けてまいろうと思うので、ぜひとも落語の方もいろいろ話をしてまいったんだけれども、非常に面白いものになってる。まあ毎年やってるものがあるけれども、まあ、少しまた落語の中身についても話すが、それ以外のことだな。昨年であればお茶であったり、まあこの金子、お金の歴史なんかも触れてまいったけども、本年もまた違う内容を届けてまいるので、ぜひともぬしらも能楽堂は涼しいからゆるりと見れると思う。そんなところだな。そして本日は我ら名古屋おもてなし武将団家臣団イベントと呼ばれるな、チャンバラ合戦、いわゆるパンクラブイベントじゃ、これ参加するよというもの。ああありがとうさんじゃ。まあなんとなく格好なんかで予想ついたものもおるけれども、中にはな気合が入ってる、たぎっとるなというものもおったりするけども、まあ6人の武将のうちのいずれかの軍に配属されるということで、まあ一番貧乏な前田君、前田刑事の軍に入るかどうか、そしてそれか、まあ、圧倒的な金持ち織田軍に入るかどうか、まあ私はあの軍次第。時間先は資本金はわしんとこ100万しかない。織田軍は資本金まあ10億ぐらい、その大企業といったところだな。大丈夫。あ、先ほど庇護のものがおったんね。ああ、申し上げたぞ。あ、来たか。無機種飲んどこだ。ああ、おったおった。先生、そして今日なんと出身中村なんだ。あ、中村だった。庇護じゃねえ。中村出身で庇護に移った。あ、清正紹介しとじゃねえ。紹介清正紹介しとじゃねえ。庇護だから、お前の神がいるぞと言うのよ。どこですか。それと探しとった。喜んどった、喜んどった。そして今日な、すごいいい大会があったんだけど、この間な、高校に授業しに行ったんだ、家康のと高校。今日な、高校生たち来てくれた。来てくれたんだ、高校、千草高校と呼ばれる、この、まあ、この県内でも屈指の進学校と呼ばれるものですが、しかもじゃ、異国の友達連れてやってきた。さすがこの県内の屈指の進学校じゃん。何国、米国。アメリカ人の友達を連れて高校生が、あれか、やっぱりその子たちがあれか、あれ日の本のその泊まりに来たの。ああ、いや、その勉学のために来てる、いわゆるその留学なるものの一環と聞いてるんだけれども、まあ、それで会いに来てくれて、ああ高校生がすごく勉強になりましたって言って、また来てくださいって言って、行こうかなって思ったな。高校の給食食いに行こうかなと。給食ないのか。ここはない。ここは給食なるものないのか。配給される3日分の兵糧はないと。3日兵糧が何か超えてダッて入られて、銀の食器に超えて入られて、そういったものはない。ないのか。支給される兵糧があるかと思ったけども、それは多分気持ちを受けた。そうだな。わざわざ高校生もたち来てくれたで、また会いに来てくれることを願うし。あ、殿下、殿下、ヤサロウは、ヤサロウ今写真撮ったり。明日はまた前園部の方もござる上、また場所はこちらにて。本日同様に非常に暑い、家に暑い日となっているので、皆熱中症に気をつけて。まあ、噂によれば今日よりは1度下がるそうです。あ、そうなんですか。お前だ、一度されど一度。お前さよ、そうだな、一円に泣くもの、一円を笑うものは一円に泣くという。それで近い。さよさよ、そういったものじゃからな。一度をバカにするな。一度で助かることいくらでもある。もっとでもいい例えあったか。さようございますか。37度、38度じゃ熱と言えるかどうか、これは全然違います。あ、確かに。それ38度だったら帰りってなりますけど、37度だったらお前もう少し頑張れって言われます。それに近い。今ちょうど、今現世のものが一番こう心にグッとくることになる。よし、じゃあもう今日の仕事終わりだ。いや、これよりは我らのまあ家臣団ファンクラブに所属せし者たちとのまあ催しがあるといった次第で、キャンバラ合戦を一回飯食うわ。あ、でもみんなは食うんじゃろ、飯ちゃんとね。食べないの。行ってやるって聞いてる。腹が減ったら戦はできないよ。聞いておいたの。そうですの。あのかの有名な中国大返しを飯食う、配ったという。飯食う、配ってください。やりたくません。ただ人間はこの飢餓状態に追い込まれた先に何かこう出るものがあるんです。なもうざっくりしちゃった。アドレアリン。あらさにございます。とりあえず握り飯をみんなに配給しましょう。シーチキンマヨネーズ。昔はマグロがまずい魚であったんだけど、当世はマグロが非常にうまいわけ。臭みが取れておってな、マグロが非常にうまい魚になったけど、昔はまずい魚の代表格であった。シーチキンマヨネーズはうまいぞ。特にマグイシーチキンマヨネーズ。
醤油がちょっと入ってる、ね、ちょっと茶色くなってるやつあれ味噌にしてもうまいと思う。あー確かに何でも味噌入れればいいと思ってますさあではみなるし、そういった先ほど言ったファンクラブイベントなるものがこの後あるんじゃけど、まあ来るものは気をつけてな。あとチャンバル、あチャンバラバトル、チャンバルクイナもう少し上手に笑え。ゆうまさん、いやー、殿下、ありがとうございます。鼻抱えて、鼻抱えて笑う。もういいわ、もういいわ、吐きそうなんじゃない逆につらいわということで、運動するでね、この特に足のちょっと準備運動だけしかとしてね、で、これものは明日も前縁部なるものをやっとるし、はい、月曜日も休みだで、3連休というものがあるで、まあ、演舞見られるものは見に来てちょうよ。それではまたをさらばじゃー、ありがとうございました。ありがとうございました。また明日会おうと。また明日な。そしてこの後会えたじゃろ、清正さらばじゃー